今回は転生したらスライムだった件3期第2話に対するネットの反応集、感想を紹介します。ではご覧ください。日向の過去ここで持ってきたのか、ルミナスに恩があるのね。川上先生のコミックと比べて順番バラバラで草。結局各陣営の総集編で草。すぐヨウムが国王になると思ってたけど時間かかるんだね。このペースだと開国最終了までで終わりそうやな。文化交流イベントまで行かなさそう。なぜ世界征服なんてしたがるんだろう。あのピエロたち世界征服なんて企んでたのか。ピラフ一味の世界征服ぐらい無理やろ。仮にルミナスがリムルと戦争してメリットあるの？エドマリス王は肉団子にされたからか性格もだいぶ丸くなったご様子。ベルドラが歩く天才なの忘れてたわ。会議会の腹の探り合いが面白いと思えるならおすすめというところ。日向は面倒くさそうな女。それでもこいつ天才じゃねってぐらいには強い。日向って異世界転移という試練に成功という補正あっても10年未満の腫瘍だけで、一人でもクレイマン以上に強いロイ類をまとめて倒すぐらいでそこからさらに腫瘍してる。そりゃ覚醒前のリムルじゃ加点し強さが自信になってしまってるよなと。リムルにシリウスのバックナンバーを大量にプレゼントされて喜んでた頃のカグラザカさんはもういないということ。勇気は手広くやってるからね。敵方がしょぼいんだよな。リムルの方にはベルドラにミリムまでいる。このお三方がわざわざ参戦しなくてもディアブロ一人に任せとけば十分じゃないの？原作通りなのかもしれんが脇役の冗長な会話シーンは面白みがないな。大物が多数いる点すら世界で世界征服を掲げるとは大きく出たもんだな。それらを上回る切り札でも持ってるの？勇気が先に来て世界征服企んで布石してたのに、上位陣の強さも測れないうちに、あっという間に追い越されて、リムルは上位陣の一角になった。リムルたちも勇気たちも仲間と一緒に楽しく生きたいってのは変わらんのよ。問題は勇気たちには力に翻弄される側だったがゆえの身内優先の生き方や運のなさがね。世界征服ってのは軽いものでなく虐げられた者たちの下克上的な意味合いなんだよ。相変わらずの会議アニメで草。先週はディアブロが面白かったから会議も楽しかったが今週はちょっとな。3期テンポ遅いな。開国祭は無理か。天魔大戦に関しては2期でもラミリスが言及してんだよね。天使と悪魔がどういう存在なのかの説明は、まだまだ先だから仕方ないね。とりあえず D の和田天使。2クールだから前半日向後半開国祭だろ。書籍3巻分の範囲だから日向関係は長くても10話あたりで終わるんじゃないかな。今書籍7巻の 20% 消化くらいだし、転生しても会議が多かった件。今回の話で対立組織が概ねどんな方針で動いてたかは説明された感じ。ベルドラが味方なのはでかいな。魔王でも手が出せないか。ピエロ軍団の白服って転移者で自動ドアとか作ってた街のやつ？なんでリムル敵視してるの？漫画あげたりして仲良かったんやないの？リムルは恐ろしいな。自分たちが会議三昧するだけでなく、自分の影響力で周辺諸国も会議地獄に陥れるなんて。会議アニメで会議しなかったら何するんだよ。リムルの配下から一人として離反者が出ないのはすごいな。なんかそういう引き寄せ能力持ってるのか。ファルムス戦後処理の会議の後は建国祭の会議が始まるしほとんど打ち合わせと食事してるシーンが続くんやで。ディアブロ一人だけで十分すぎるほどヤバい。全てはディアブロの手のひらの上。テンペストの幹部がその気になや一人で国滅ぼせるからな。ルミナスでも時間の問題で蘇生不可能になるのかな。ロイ死んでも、ルミナスが復活できたりしないのかな。だから悲しくないとかなのかな。弟が死んだというのにまるで悲しい気持ちにならラファエル先生がいる限りリムル様には誰も勝てん。日向も日向で魔王閣に踊らされてんだな。魔王ルミナスは、魔王と言っても、邪悪や、極悪では、なかった。やっぱ花江さんはキラキラ主人公より腹黒キャラの方が合ってるよ。最近悪い役が多い花江さん。勇気かぶら坂が、この異世界に来た。経歴が知りたい。本当は一番悲しんでるのはラプラス。ラプラスとロロのアゾロが、同じ声優とは思えない。なんか道化たちで乱闘始めてる。日向はルミナスの配下なわけね。
なんか見るからに強そうな二人でこの先戦うなら大変そうだな。日向たちの言っていた天使っていうのは誰のことなんだろう？ファルムスの次期王様は思い描いたシナリオ通りで北斎演出るんだろうか？いろいろと謎が残る回だったな。リムル以外の勢力がどういう思惑か描いていて、今後どうなるか楽しみだな。基本みんな様子見とは言ってるが、どうなることやら。リムルなんて基本お人よしだから初手で泣き落とししてごますってれば、知らんしねと門前払い食らうことなんてないだろうし、なあなあでやっていけそうなのにな。個人ならともかく組織対組織だからなかなかうまいこといかないねってのはテンスラだとよくある感じ。リムルは仲間とみなしたのが殺されそうになったり殺されるまで反撃しないタイプだったのに、中央道家連は戦争大好きだから。戦争大好きというかあいつらもあいつらなりに目的を持って動いてんだよね。その目的がリムルたちと勝ち合う感じ。基本的に魔物は嘘がつけない設定やったからね。謀反は起きない。嘘をつくのはヒューマン。ほぼ説明会。復讐にもなるした勢力のひしめき合いは好みなので結構楽しい。そもそもテンスラはなあなあでも楽しめるからね。今までもそうだったように。シュナガみたい。兄上様を割と存在に扱うシュナガ、あとちびちびと地図を入れてくれると盛り上がる。私が。会議好きだねテンスラルミナス様の生き返らす能力のちのち厄介になりそうな。勇気が根回ししてもリムルにベルドラに魔王軍が強大すぎて全て後手に回ってしまってるんですね。ファルムス王国の戦後処理は概ね終了したけれど。クレイマンの死を悲しむラプラスたちはリムルに仕返しを企んでるのか？てか勇気やっぱ悪人だったのか？漫画の運は忘れたのか？だいぶ話がややこしくなってきたな。勇気って確か静の元弟子だったよね？敵対したら脅威になりそう？いや、でもなんか強そうじゃないんだよな。勇気、魔王リムルにまた手を出してタダで済むと思ってるのか。日向ってベルドラに勝てないの？リムルには牽制してたのに。てか、ルミナス様いいキャラしてるよな。血吸われたい。ルミナスはサイヤ人みたいな考え持ってるね。日向を従えるルミナスさえも自重するリムル。今更だけどベルドラ凄さが。ロイは油断してたからラプラスに滅ぼされたのかと思ってたけど新月だから弱まってたんね。弱まってたのに油断するとか、魔王の代役をやってた割に小物だったんじゃないか。旧知のおっさん会議とルミナス側のお話だったな。ルミナス好きで楽しめたから良いけど、やっぱテンペスト放置はちょい物足りない。てか勇気何悪さ企んでんだっけ？忘れた。勇気がいろいろと暗躍してもリムルや魔王側が強大すぎて、現状はもう手遅れでただのかませにしか感じられないのはある。ただ、天使とか天魔大戦とかもあるのか。ファルムス王国の後処理はほぼ終わりであとは貴族たちが納得するかどうかか。今後も楽しみだな。今回は転生したらスライムだった剣3期第2話に対するネットの反応集、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。